ファイナルファンタジー13実況プレイ、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。今回はパート104でいただいたコメントです。みはる1603さんからのコメントです。初コメ失礼します。いつも楽しく見てます。私もついこの間初見でクリアして今ミッション中です。似たような境遇ですね。スノーはこの試練のボスのレベルの相手の時にディフェンスにしてファングさんでポコポコ叩いてました。これからも動画楽しみにしているので頑張ってくださいというコメントいただきました。104でスパルタクスと戦ったんですよ。です。なんか本当教科書通りの戦闘、ウィキとかにも書いてあるんですけど、スノーディフェンス能力が高いんでスノーでディフェンスしといて、であと2人で叩くみたいな形をね、確かウィキとかには書かれてたんですけど、まあそのやり方でやったら面白くないだろうと思って、今回は別のキャラクター3人でやりたいと思います。コメントありがとうございました。よし、じゃあ行くぞ。スキップね、ここはね、スキップ。さあ再戦だ、負けねえぞ。こいつ3段階変身なんだよね。そっか、全てが謎なのか。ライブラスコープでも使ってみるか。いったんライブラスコープ。913万か、相当高えな。闘志のタリスマンなるものを落としてくれるらしいね、運がいいとね。土が半減なのか、了解。強烈な物理攻撃、危険な魔法攻撃。魔法攻撃もあったのか、しまったな。物理耐性しか上げてこなかったな。大丈夫かな。状態変化耐性、あそこら辺は効かないのか。バイオとウィーク、ウィーク効かねえのか。ウィーク効かねえんだな。了解した。負けたくねえだろ。負けたくねえな。じゃあエンハンサーで固めるか。まずはダメージ量が3000くらいなら全然問題ないですね。とりあえず強化。みんなで似たようなもんばっかつけてねえか。大丈夫か。なんかよくわかんないけど、いろいろつけとけ。とりあえずガッツとか、とりあえずつけとけ。ガッツあった方が絶対強いから気持ち面で強いからね。よし、強化はだいたい整いましたね。じゃあいきますか。今度は弱手だ。弱めて戦うぞ。まあ、最初のうちは楽勝なんですよね。問題は進化してからなんです。強化されてからなんです。カチカチだね。カンカン言ってるもんね。硬いんだなこいつ。ああ、そうか、ブレイクできないのか。そうかそうか。じゃあもうどんどん攻撃していきましょうね。どのタイミングでハイウィンドなるものを打てばいいのかがわからないかな。硬え。一旦回復入れときます。余裕ですね一回回復混ぜたらこれか。まあでもこの時点でだからね、問題はこれからだよね。あの強力な攻撃を果たして耐えれるかどうかですよね。これまだなんかできそうな気するけどな。なんかいくつかあるよね。まだ邪魔で攻めてみる価値はあるのか。やってみますか。なんかあるかも。カーズスローか。そっか、カーズとスロー、スローは入れといた方がいいだろうな。スロー入るだけでだいぶ違うもんね。だいぶ日を明けたからやっぱり忘れてたな。スローは確か前の動画も入ってたはずだ。トライディザスター。勝てカチカチだこいつ本当に。あ、でもダメージ量が万に届きましたね。万届くと結構減ってくんじゃない。来た濁流拳。うわ、痛そう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 。トリスメギストス。
俺プロテスの後にプロテダかけたら多分上書きで意味ないんだよねきっとね。諸行無常、これが多分全てのあれをなくしてくるよね。危ねえ、ブレイクポイントなくなるとこだった。今危なかった。だいぶ減ったよな。まだ強化するぞ。でもオッケーオッケー、さらに弱めましょう弱めましょう。一旦ケルベロス入れてブレックスで固めて弱めろ。みんなで一生懸命弱めて、あ、将棋を無常来た。スロー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 入れスロー入れ。あ、そうか、あれなのか、デスペラ、エスナ効果があるのか、将棋を無常に。そうかそうか、スロー入んないかな、スロー入んないかな、マジで入らないな。バニアさん何もしてない、仕事しようぜ。オッケー、スロー入った、よし。負けたくねえだろ。一旦回復入れて、もう耐性入れる必要ないな。攻めろケルベロスだ。うわー、ダメージ量半端じゃねえ。わりかし時間短縮できるかも、ケロベロスうまく使えば。ヘイスト切れた一人、また将棋を無常くんだろうな、そろそろ。ナイス、来た将棋を無常デプロテ入れた方が絶対効いてるよね。デプロテも入れましょうね。デプロテは大事だ。デプロテついでにスローとカーズも欲しい。入らねえなー、みんな切れてきますね。ちょっともう一回エンハンサーかけさんで。あ、ちょっと負けたくねえだろ。やれるなよ。あぶねえ、怖え。さすがに困るよね。みんなで強化して、敵も止まるんだよ。まだ大丈夫まだ大丈夫、ブレイクポイントまだ大丈夫。負けたくねえだろ。ここでいきます。デプロテはバニラさんが打ってくれるか。いいんだ、スローカーズスローカーズ入らねえな。なかなか攻撃に転化できないね。 OK 入った、スロー入ったね。スロー入れば大丈夫。プロテダの効果が尋常じゃねえな。ダメージ8000って、8000が何に下がってる。3000くらいでしょ、相当効いてるよね。プロテダ切れたらどんどんかけないとやばいな、これ。オッケーオッケー、プロテダはわりかし優先的にかけた方がいい。ブレイクしてないのにダメージ量が5万いくからな、強いな。これこのまま変えずにこのまま行った方がいいんじゃね。ケルベロスのままで攻めた方がいいんじゃね。無双剣こいつだよね、これだったよね、一番強いの。プロテダ全員入ってるよね、入ってるね。勝てー勝てー。でもいける、マイルマイル、あといくつぐらいよ。ほらもういけんじゃないですか。ゴリゴリいきましょう。ここは来た、一切興味、これだったな確かな。グレートウォール誰に入るんだ、一切興味。お、全然余裕で耐えれんじゃないですか。全然余裕じゃないですか。何、グレートウォールってそんな強いの。ちょっとびっくりだよね今、どんだけ。 OK、 デプロット入ったからのケルベロス、これは参る、これは参る。一旦回復、バニラのあれがプロテスが切れてんだ。プロテだプロテだ、はいを入れてあげて。一番柔らかいからね。
怖い怖い。一人死んだだけでだいぶ変わるだろうからね。これは押してる、これは押してる。もういけ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 、もうそのままいけ。勝った勝った勝った、これ勝った。しゃー、勝利。グレートウォール強やった。源氏のことゲット。妖刀の漢字読めねえ。超滑車骨車読めないな。検索かけてみよう。勝つかな。勝つとは読むよね、読むよね。で、もの読み方彫刻、妖刀の彫刻者。あー、そっか、無双剣とか使ってたからな。スパルタクスのことなんだよね、彫刻者。多分妖刀の使い手みたいな意味なんでしょう、きっと。それを倒しましたみたいな称号なんだろうね、きっとね。あー、ちげえわ、全然意味違ったわ。乗り越えるとかそういうことらしい。意味合いとしてはあれですか、死骸になったからってことだよね、多分ね。本当はそれを乗り越えたかったみたいな、そういうことだったんだよね。そういう意味で彫刻ってことは使ったんだろうね、きっと。難しいあれ解釈だけど、これは個人の解釈ですけど。こいつ鬼強かったね、というか硬かったな。やったろー、倒した。力強き生命に祝福あれ。絶望に敗れることなく命の流れを未来へつなげ。あんたはグランパルスの命の番人なんだな。そういうことだったんですね。てっきり嫌なやつかと思ってましたけど。お、トータの勝利者来ましたね。このトータのダンスを全クリしたんでトロフィーいただきましたね。おっしゃー、じゃあことごとく達成しました。ありがとうございました。で、結局使わなかったけどなんだっけ、ハイウィンドウ、結局使わなかったけど、あれ、源氏の小手どこ行った。源氏の小手、源氏さんいなくなった。アクセサリーだよね、源氏の小手って。あった、なんでそんなとこにあるんだ。結構わりかし上の方。源氏のコテコテ、源あだ。オッケー、これでいいのかな。ダメージ限界突破、やりましたね。これでだいぶまた戦闘が楽になると思います。よー、スパルタクス戦無事終了いたしました。あとね、ミッションがいくつあんのかね。なんかこんなんで見れるんだよ。そうそう、A は全部見ていきたいかな、撮っていきたいかなと思ってます。 B と C はいいんじゃないかな、どうなんだろう。まあ B と C はいっか。あ、星5だったんだね。はいはいはい、星3とかあんじゃん。へえ。割とエグかったのはトンベリって敵だったんですけど、どれかかな。でも総翼って書いてあるから違うな。よどみの監視かな、多分。トンベリがめちゃめちゃ強くてすごい苦労したのはよく覚えてます。はい、ということで以上ですね、以上となります。今回はじゃあランク A ミッション順番に取っていきましょうかね。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。